こんにちは、霊夢です。おっす、マリサだぜ。ご無沙汰してます、青子です。男川崎が、とんでもない鉄馬を発表したんだよ。モーターサイクルショーも近いし、ついにあの AI 搭載の変形バイク、J が発表されたのですか？それでは紹介します。川崎重工業が絶賛開発中の次世代鉄馬。鉄馬？アイベックス型四つ足ロボット。ロボット？ RHP ベックスだ。これは、もののけ姫に登場するヤックルですね。確かに見た目は馬、というかヤギ？いろいろと突っ込みどころ満載ですやん。このヤックル、いや RHPBEX 以下ベックスは、先日東京ビッグサイトで開催された2022国際ロボット展で発表され、ネット上で話題になっててな。川崎の馬を扱う青月電子大としては、これを紹介しないわけにはいかないと思ったわけ。超興味が出てきた棒読み。というわけで今回は川崎、と言っても川崎モータースではなく、川崎重工業が発表した乗り物、RHP ベックスをサクッと考察していくぜ。今回は速報番外編ってことで、明日の朝礼ネタにでもしてもらえれば幸いです。それでは、青月電子大、今回もスタートです。では、ゆっくりしていってね。さて、今回の流れはこんな感じだ。1. RHP BEX って 2. RHP BEX の特徴です。じゃ、はじめ、か。 1. RHP BEX って見た目はヤギなんだけど、そもそもなんでこの形なの？っていうか、川崎重工業ってロボット研究をやってたんだ。ロボットといえばホンダの二足歩行ロボットだ。足もに比べれば知名度は低いな。鉄腕アトムを作りたいってやつですね。そうだ、川崎重工グループでは2030年に目指す将来像としてグループビジョン2030を掲げている。その一つにロボティクス、ヒューマノイド、プラットフォームというビジョンがあり、二足歩行ロボットをはじめとした人型ロボットの開発を目的としている。そのテーマは、人に最適化された環境で人と共に作業を行い、人の代わりに危険な作業やきつい作業を行うためのヒューマノイドロボット開発。であり、そこから生まれたのが RHP ベックスってわけだ。ヒューマノイド、って単語があるぐらいだから、今までは人型だったんですよね。なぜ今回ヤギ型になったの？ご存知の通り、二足歩行型のロボット開発の実用化には長い時間が必要だ。人型ロボットの汎用性は高い分、開発領域も広く難しいってことですね。そうだ。そこで開発中の人型二足歩行ロボット、車輪で動く自走式ロボットのいいとこ取りで、荷物を運搬する余脚歩行ロボットにビジネスがあるんじゃないか、と考えたんだ。そういうことなんですね。で、なぜヤギになったのかというと、不整地歩行の覇者、3階を歩くヤギをモチーフにして作られてる。そのヤギの名前がアイベックスなんだ。だからベックスなんですね。愛称募集するなら、ヤックルに一票です。2.RHP、ベックスの特徴。じゃ、ベックスの特徴を教えてくださいな。ベックスは見ての通り四つ足歩行ロボットだ。ロボットを制御するには、ロボット用 OS が必要だよな。ジェネラルユニラテラルニューロリンクディスパーシブオートノミック、マニューバー、シンセシス、システムとか、ガンダムだな。ハイパーオペレーティングシステムとか、パトレーバーだな。で、今回のベックスはどんな OS を採用したんですか？ロボット制御システム武士道だ。ミスター武士道？それはグラハムエーカーだな。英語表記にすると V、指導だな。このロボット制御システムを用いて、ベックスは歩行動作を生成しているぜ。このシステムは、アスラテック株式会社が開発した汎用ロボット制御ソフトウェアだ。ロボットのアクチュエーターをリアルタイムに制御し、動きをリアルタイムに仲介するために必要な機能を提供してくれる。OS ってことは、誰でも使えるの？使えないな。武士道は原則として、企業向けのライセンス販売、ライセンス提供のみとなりますって記載がある。残念。でも、武士道って、どこかで聞いたことがある名前なんですけど。お、さすが霊夢だ。数年前に水道橋重工が開発したクラタスにも、この OS が採用されている。なんと、クラタスは重量約5トン、身長 3.8 メートルのエンジン駆動人型四つ足巨大トイロボットだ。クラタスって、アマゾンで買えたんですよね。さっき調べたら売り切れ中でしたけど。そのネタも話題になってたな。この流れだと、川崎の AI 搭載 EV バイクにも武士道が搭載されたりして、それだと EV バイクじゃなくてもスピーダだな。いや、ライドバックじゃないかな？話がそれた。で、ベックスのスペック紹介だ。耐荷重は100キロが目標だ。不整地を移動するため四脚歩行が基本で、変形することで四輪走行もできる。しかも、人が乗って操縦することもできるぜ。まさに鉄馬。川崎って、いろいろ手掛けてるんですね。そうだな。さっき話した川崎重工グループのグループビジョン2030では、ヒューマノイドロボット以外にも、いろいろはテーマを掲げている。ロボットの遠隔操作によるリモート社会、既存の輸送システムとロボティクスを組み合わせた近未来モビリティ、自動走行する無人運搬車を使った物流ソリューションなど、いろいろなビジョンを掲げてロボティクス分野の研究開発を進めている。バイクだけじゃないんだね。
そうだ。バイク好きおっさんだと、J の話に一点集中してしまうが、川崎重工業はもっと大きな視点でロボティクス事業を進めているってわけだ。だからこそ J の実用化も夢物語ではないと感じるぜ。AI 搭載の変形二輪 EV も、遠い未来の話ではないってことですね。だな。ちなみに、国際ロボット展ではベックスの試乗もできたらしい。面白そう。PEX に新型忍者 H2SX に採用されたボッシュの二輪車向け先進運転支援システム ARAS を搭載したら、すぐに公道を走れそうですね。で、オプションでドローン的なプロペラがつけば、まさにペガサス。あ、馬は軽車用だと思うけど、免許証って必要なの？免許は不要だぜ。飲酒運転は禁止だけどな。ベックスの役割としては、農産物や資材の運搬といった用途だけど、ぜひ、人間の運搬もお願いしたいぜ。というわけで今回のお話は以上だ。ちょっとバイクとは関係ない話題でしたが、速報番外編ということでお送りしました。こうしたネタも、たまにはいいだろ。では、今回はこの辺で。それでは、See you!